フェンシング女子サーブルの個人団体に出場する法学部法律学科卒の江村美咲です。サーブルという種目の見どころはダイナミックな動きとスピーディーな試合展開になっています。この東京でオリンピックという舞台に立てることに感謝し、本番では自分の最高のパフォーマンスを出し切って、その結果が金メダルにつながればいいなと思っています。今までお世話になってきたたくさんの方々に恩返しがしたいです。中央大学にもメダルを持って帰れるよう頑張っていきたいと思います。